今回は超究極両面宿儺敵としてやってきたならやっぱり五条悟艦隊、これはね外せない攻略ですね。これをやっていこうかなと思います。五条の体物にしたら真っ先に殺してやるって言ったんで、この五条悟を使って宿儺ぶっ殺していこうかなと思います。で、虎杖攻略とか伏黒攻略とかいろいろあるんですけど、まあ、今回のクエストはまあモンスト的に見ていったら虎杖も伏黒も艦隊で攻略してもなんかそんなすごい攻略みたいな感じじゃないんで、やっぱりそこ考えてもこの五条悟る攻略でね、これをやっていこうかなと思います。で、重力があってスペースもないから、とりあえずは普通に友情通るかもあるんですよね。まあ、とりあえずこの一手でどっちがチャレンジャーかは決まる。で、初見の攻略なんで、あ、いける、お、いけるいける、いや、これはもう言っとくけどそっちがチャレンジャー。あっぱれ忘れん。さあ、宿儺のクエストに適応させていただきました。ここからは、カッコつけさせていただこうかなと思います。いやね、モンストの動画のネタ攻略、やっぱり私長いこと投稿してて思うんですけど、ネタ攻略の動画っていうのは、引き算を極めるのと同じなんじゃないのかなっていう、これ思うんですよね。いや、これどういうことかっていうと、紋章とか、ワクワクの実の強化とか、あとは、モンスポットでの強化とか、そういうものをどれだけ省略して攻略できるかで、やっぱり、その、ストライカーの腕みたいな、そういうところ問われてくると思うんですけど、いやね、私は一切を省略しないですね。いや、これ、呪術仕立てないと何を言ってるんだこいつみたいな感じの人だから、ちょっと真面目な話をするけど、いや、ちょっとね、いろいろと裏で、まあ、ヒットポイントもはちゃめちゃに増えてるから、まあ、お察しかと思うんですけど、めちゃめちゃどういう風にこのクエストやればいいのか、ちょっと勉強してきたんですよね。で、たどり着いたのが、このクエストを、運棒なしでやった時だと、運棒、紋章必要そうで、で、運棒使ったんだったら、紋章なしで、なんとかなりそうみたいな。そんな感じ。だからちょっとどっちにしようかなって思ったんですけど、まあ、難易度的には、開幕から運棒使うよりも、こうやって、もう成功法で SS 溜まるまで頑張らなきゃいけない方が、結構大変そうかなって思ったんで、こっちで、やらせていただこうかなと思います。で、捨て身はね、ステージはね、そんなに難しくないんですけど、捨て身がね、ここ、よし。この重力がちっちゃいのがね、難点なんですよね。実はモンストの重力って当たると引っかかるっていうのは皆さんご存知かと思うんですけど、まあ、皆さんご存知かと思うんですけど、ちょっと待って、これを、カンカンして削っていくから、精密なショット!よし!これが欠点なんですよね。重力の中って一回入ってしまえば、実はこれって減速もらわないんですよ。この、外側に触れてるとき、縁に触れてるときに減速するのが重力バリアなんで、ここで、触れて、削っていく。よし!縁に触れるのが重力の、ヒットポイント減るときの原因なんで、これをね、よし、回復回復、友情コンボ出す。ここを、うまいことやって、これがもし重力でかかったら、一回この内側に入ってしまったら大丈夫なんですけど、今回は、こいつの重力がめちゃめちゃにちっちゃいせいで、間にこうやって入っても、この縁に毎回当たるせいで止まっちゃうんですよね。これがものすごいきつい。で、どうすかな?まあ、これは多分 SS だな。SS を使って、もうこれ、3P の、一段階目紫決めないと多分これ削りきれない。もうみんな間に入っちゃったから削れる限界が来てる。いや、意外と友情コンボでなんとかなるか、これ。いや、紋章なしのテストプレイの時は完全にこれ紋章なかったらダメだったんですけど、意外とこれはなんとかなるか。あと4ターン。あ、4ターンあればこれなんとかなるな。はい。よし、置いとく。もう1ターンでもマジで長く SS を貯めないと、今回の五条先生の SS 重心化返してターン伸びてるから、よし!いや、これできたのでけえ!で、次のところは、ね、成功法でやると、このクエスト、ここが、このステージかなり地獄なんですけど、今回は、かなりね、私これ天国だと思うんですよね。これなんでかっていうと、なんでかっていうと、ここのステージ、ダメージを受ける要素が、めちゃめちゃなダメージを受ける要素が、この、即死の攻撃と、スモッグしかないんで、これね、状態異常レジストが、いや、ずーっと機能し続ける。意外とこれなんとかなるんじゃないか。ここで加速拾って、で、友情コンボ、友情コンボ。うおー、いけてる。いや、よし、これスモッグ触れなければなんとかなる。ほら、これレジストのね、この毒のダメージは大したことないから、ここだけしっかりしてれば、意外となんとかなりそうなんですよね。これ友情コンボ出してるだけでいっか。
ここで加速して、殴って入れる。で、これは一回殴って倒しとく。いや、これはいけそうだな。で、開幕をなんとか、開幕じゃないや、2手目の行動を、3P の五条先生に合わせて2段階目の無制限挙式ぶちかましたいから、なんとまだもうちょいだな。まだもうちょい。これ置いとく。ここ。友情コンボで、あー、オッケーオッケー。あ、やべこれ。やべこれ。あれ、やべこれ一歩間違えたら即死で死ぬんじゃないのか、これ。まあ、いや、死なんしょ。加速。はい。あ、え？ね？あ、お？初めての自爆です。よし、よし、オッケー。あー、しんどっ。キチ領域天空福間水氏。よし、それじゃあやっていこうか、スクラトス。さあ、ザ・人外魔境渋谷決戦やってっけど、とりあえず SS の2段階目をぶちかましたいんですよね。ただ開幕使っちゃうと、あの事情とかのものが何もないから、ただ遅延するだけになってちょっともったいないんで、ここは一巡ちょっと待機かな。薄く横間で下がって、まあ一巡だったら五条先生でもまあ耐えられるでしょう。よしよし、これ乗ってる？ん？乗ってないか。そしてこれで一回斬撃耐える。いや、よかったよ。圧倒的にこっちの方。できれば、SS を使うときは劇種変化パネルが機能しないんで、できればここ未来に向けて、届け！よし！なんとか、あとは、せめて左だな。あの左のパネルを赤色にしたい。で、これは毒レーザー耐えると。一体これは何をモチーフとして毒レーザーにしてんだろう。ただこれ毒食らって、二人が毒だから2万減る。ヒットポイント4万になる。うつくしたいったらこれギリギリいけるか。めちゃめちゃ食らうけど、その後に回復すればまあなんとかなるから。はい。これで、よし、完璧！これでスーっていって、上取らないで。あー、まあ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 、もう上取らない。まあ一番上まで行かなければいいから、さあ、じゃあこれで、すべての事象を触れて、殴れる五条先生。だからこれで、どれぐらいの殴りの強さで削れるかで、どっちがチャレンジャーが決まる。めちゃめちゃ削れたら向こうがチャレンジャーよ。はい。少し乱暴しようか。いや、もうめちゃめちゃ乱暴してください。で、全回復。全回復。削る。削る。お？お？いや、殴りでこれは強い！いや、悪いけど、そっちがチャレンジャーだから、順天赤。反転青。逆逆。挙式です。で、挙式紫するでしょ。いや、これだけ削れたら、あと自力でいけると、めちゃめちゃ強いんだけど、とりあえずこれは、左上にこのブロックから出て潜り込んでいく。いけ！いやー、全然削れな。全然削れな。これ回復に専念した方がいいか、むしろ。いやー、でもこれできれば、ここを、五条先生の自強化残した状態で抜けられたら、マジで、最高に、かっこつけられるんだけど、まあ、とりあえずここは、友情コンボ出しながら、加速拾って、はい。どう？お！いや、いけるかこれ。意外といけそうな気が若干するぞ。どうだ？友情コンボ出して、殴って、それでなんとかいけねえかな。これで、友情コンボ！友情コンボ！いけ！頑張れ！ご視聴よーし！頑張る頑張る！いや、これはできたの超でかいぞ！いや、もうこれ圧倒的に、向こうがチャレンジャーでしょ。で、さあ、ここは開幕とりあえず自称できないけど、できれば勝ち3体くらいは、倒しておきたいな。プヨ殴って、待って、プヨ殴って、で、勝ちを倒した方が、あのね、一応これ真面目な解説すると、プヨ倒すとこの辺にしか展開されないけど、勝ち倒すと壁全面に展開されるんで、どっちでも倒せる状況だったら、勝ちを倒した方が、一応はいいんすよね。ただ、まあ、この配置だと、この配置だとプヨ2体になるかな。で、SS 使って、一気に削るみたいな。多分そういう感じの流れになるかな、そうすると。これで。よし！完璧です！いや、悪いけど、まだまだカッコつけさせてもらうわ。こっから SS 使ってサメも発動できるようになった。そして、パネルが、お、結構、青が多い。ただ、青。
一回ここを、勝ち倒して、勝ち倒して、SS 使った時に減速しないようにしておく。これで、よし!よし!そしてどうすっかな?ここで SS を使うか。くそー!せっかく無限発動したのに、無加減術式発動したのに何の意味もない。で、一応 SS を使える段階にはやってきたけど、どうしようかな、これ。ここで SS 使って、多分倒しきらないとは思うから、遅延かけるか。やっぱり、ここでゲージ切って、この下にキャラ置いといて、はい。で、次、回ってきたら、くそ!ただ、ここで、すべてが青のパネル、青の住処になった。だから、薄く角度つけて、大きく動いて、もうこれ、さ、これはもう 200% 紫でしょ。ここで、あー、これで、うざひ、届け!よし!青の隅か完璧、殴ったら強いよ!強すぎ。で、さ、いやー、これ何も言ってくれないのがちょっと寂しいよね。いやー、この削り最高!いや、これだったら多分あと自力でなんとかなるでしょ。あと友情コンボで、じわじわと削っていけば、なんとかなりそうな気もちょっとするよね、これ。ただ調子乗って自傷しまくると大変なことになるから絶対に手は抜かない。それホーサーでやらかしてるから。マジあっぱれ五条悟やってるからね、ホーサーで。だからここの友情コンボしっかり出しつつ、一撃殴る。一撃殴る。これで友情コンボ。いけ!おお!そっちがな、いやーこれ、いやこれ視聴者さんが見てるんでね、挙式紫フィニッシュ決めさせてもらいますよ。いや、これはもう2発も使えるから、うわ、どうすかな?ここで1発使うか。サメもあるからね。さ、いやもう、サメを残して、SS を2発残して、さらに自強化も残ってる五条先生に対し、もう、いや、何もできないっすか?これはもう、これってああでしょ。そしたら、真面目に考えると、どうすかな?ただ、SS を全力で打てた方が、絶対に強いから、1回ここは、1回ここの赤パネルで、勝ちは倒す。そうすれば最初これ HP 減速しちゃうけど、あとは全部加速しかないから。よし!ああ、そっち踏んじまった!まあ、縦勘で右にずれていけばいっか。そうすると。とりあえずここで、さ、SS を使う。自傷して、加速拾って帰ってきて、とりあえずこのティアマト倒したいね、ティアマト。ここで、よし、取れた!ここで殴って、よし、ティアマトに、これ当てられるのでかい!さあ、呪術師順天。青、呪術師判定赤、挙式紫、あー、しかも、お、これで倒せるのでけえ!あ、来た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 、これ!挙式紫フィニッシュしてー!ちょっと待って、めちゃめちゃ調子に乗ってるけど、いや、これちょっと真面目に、ちょっとこれ軽く削、はい。よし!さあ来たよ、これ。さ、紫フィニッシュいけんじゃないの ?200% で決まっちゃった五条先生みたいな。で、縦か横で行くからな、あとは。まあ、横で行くのが無難かな。横で軽く殴って、すべての事象を拾って、角度大きめにしといてもいいくらいか、むしろ。いやー、頼む、これで自強化部分で倒さないでくれ。さ、ボルテージ上がった状態。はい!これで、さ、事象を取って、殴っ、おー、強っ!あ、これ、あ、やべ、これ、あ、まずい、あ、まずい、あー、いやー、くそー、磯を黄昏、遅延の瞳、磯原光光の柱、くそー、光変光カラスと表面を、表裏の狭間、挙式紫って言って、フィニッシュする予定だったのに、うわー、くそ、もうちょっと薄くてもよかったー、あそこの青パネル、赤パネルにしておけばよかったー、くそ、いや、でも、五条先生でなんとかなったな、意外とこれ、紋章、2体くらい、なんかギリギリを攻めたら別に紋章なくてもなんとかなりそうな気も、ちょっとプンプンしてくるな。なんかビビりまくって降臨の空いてる時間にヒットポイントめちゃめちゃ底上げしたけど、なんか、そんなことなかったし、サメもいらなかったな。まあ、というわけで、いやー、勝てました!いや、これも運営さん考えてくれてたらすごい嬉しいね。というわけで、あっぱれだ。両面少な。貴様を忘れることはないだろう。じゃあ、コラボ第3弾で、また両面少な期待しております!ごきげんよう!